佐久間安政は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、大海高島藩主、後品の飯山藩を藩主、宝寺元年、小田氏の武将、佐久間森次の次男として、尾張国にて誕生。はじめき、河地行国主後畠山氏の家臣、安田地州の婿養子となりほたくを名乗る。あとに旧右衛門と改める。 畑山氏没落後は養父、兄や弟と共に、織田信長に仕えた。最初は、佐久間信盛に属し、石山本願寺攻めに参加、後に、柴田勝家に属した。信長の死後に起きた、静ヶ岳の戦いでは、一族や養父と共に、佐久間森正隊に加わり、横湖周辺で繰り広げられた、中川清秀との戦いで先方を務めた。 佐久間隊は関東し、清秀を討ち取ったものの、身の代替しにより反日で立ち戻った、橋場本軍の猛攻と、友軍の前田利家が、戦線離脱したことにより、形勢が逆転、合戦全体で、柴田軍は橋場秀吉に敗北した。実刑の森政は捕獲されの地形し、養父の安達衆は討ち死にした。勝家の自決後、安政と勝行の兄弟は、 奇襲の安田氏の領地へ落ち延びた。小牧、長久手の戦いでは、奇襲の西賀州、根頃州と共に、徳川家康、織田信夫方に属し、岸和田城を守る橋場方の中村和二と、しばしば交戦した。しかし、秀吉と信夫、家康の間では僕が成立した後、秀吉は、第二次奇襲征抜を行い、西賀、根頃を含む紀州の反秀吉勢力を一掃した。 安政兄弟は、家康の口利きにより関東の小田原北条氏に、弟の勝之ともども身を寄せた。また、この時に妻と離縁したという。ところが、北条氏もまた、豊臣秀吉による小田原征伐によって滅ぶと、安政、勝之兄弟はしばらくのに潜伏していたが、同族である、秀吉直進の奥山盛明を通じて、秀吉に許され、安田氏から、 佐久間氏に服して、ガモ氏ウに仕えた。出ワ国小国を漁師、河西大崎一期の鎮圧に功績を挙げた。氏ジの没後、秀吉の直進となり、品の国巻登場を賜った。慶長三年、秀吉の死後、ご奉行が徳川家康に伺いを立て、その結果大見国を川に七千国を与えられた。 慶長五年関ヶ原の戦いで東軍に属し、その先行により、大見国高島軍のうちに仮像を受け、合計で1万5千国を領するようになり、大名に列した。慶長12年江戸城内に移転した際に、日立国を田5千国を仮像され、合計2万国。さらに、源流元年大阪の陣の先行により、品の国院山に1万国の仮像を受け合計3万国と、 なり、佐久間市飯山藩の藩祖となった。玄奈三年、徳川秀忠の乙義衆に任ぜられる。寛永四年、江戸にて死去。菩提寺は、滋賀県高島市の旗学寺と長野県飯山市の大正寺。戒名は、徳王院伝公願、玄忠広子寺。墓所は日本家の木工学院と言われている。高野三奥の院に、飯山、佐久間家墓所があり、 多くの供養母が現存している。平成に入り母大寺の大正寺と喜び修寺に遺廃が新調された。ありがとうございます。